があの教科に一番初めに触れたというのは、教科先生であるかどうかってことは知らないで見た天守物語なんです。それは10歳前後だったと思いますが、森田寛也、いわゆる父ですね、それが図書の助をやっておりまして、六世歌右衛門さん、中村歌右衛門さんが富姫をなさっていた歌舞伎座の天守物語だったんです。で、天守物語だったっていうことも知らずに見ておりましたんですけれども、暗い世界の中に色彩的な、こうイメージというんでしょうか、それと富姫と図書の助の恋物語、それでいながら非常にこうどこか怪奇的なというか幽霊が出てくる、まあ、幽霊というちょっとイメージと違うんですけども、その不思議なちょっと怖いイメージがあるんですけども、その色彩的な美しさの裏側にちょっとの怖さがあることによって、なおその七色の光が輝いて見える、そういう幻想的な捉え方をしていまして、このこういう雰囲気の舞台の中に自分が早く入って芝居ができたらなと思った印象があります。それで京香先生の作品の中にたくさん理想の女性像といいますか、美しいとされる女の人がたくさん出てくるんですけれども、京香の考える憧れの女性というのは、まあ尊敬できる女というイメージが出てきますね。それからどちらかというと魂がはっきりしていて、スパッと本音を言う、それから世の中に対して流されない女の心情といいましょうか、ひょっとするとそれは京香先生の魂だったんではないかと思うんですけれども、あまり肉感的な女というのは出てきません。小説の中では女客とかそういった肉感的なイメージはありますが、でもやはりその中でもなんか半透明な白い肌というものも見えますが、その白い肌がなんとなく半透明になっていく、高野寺なんかでも非常にこう肉感的な女でありながら、ひょっとするといなかったんじゃないかっていう女性が出てきますね。それから天守物語とか、まあちょっと世話物になりますけれども、滝の白糸とかになりますと、非常にこう狂気というか、その立て引きとか、そうですね、恋しい人のためには世の中の掟は破るというのではなくて、掟を考えない、それよりも自分の恋の掟と、その恋をしている相手の男の生き様に対する掟を守る、こういう女性が出てきてくると思うんです。それともう一つは、京香が本当に理想の心境っていうものに近づいていきますと、女性像が2つに分かれていくんですね。それは代表的に日本橋に、現れてくるんですが、清葉という理想の女性と、その自分の肉感的なものというのを引き受ける、お香という人間なんですけど、今は芸者なんですけども、その肉感的なものを引き受ける女性というのは、最後的には肉体を滅ぼして消化していってしまう、こういう形になりますが、天守物語なんかになりますと、それが恋愛の対象じゃなくて、例えば亀姫が引き受けたり、お仕事が引き受けたりしながら、富姫の場合は図書の助の恋心というのは、あるいは憧れというか尊敬という一般的なものというのは、獅子頭にほとんど任せ
あとは自分の図書の助の肉感的なものというのは主の願望に任せ、世の中 の醜い部分、醜いという言葉はちょっと当たりませんけれども、そのいささかそのこう暗闇にしまっておける部分というのは下の側に任せて、ひたすら富姫という理想の女性。しかし、今まで出てきたその教科の作品の中よりも一層いろいろなものを引き受けられる女性像として富姫は大きな役だと思っています。泉教官先生の言葉の魅力といいますとたくさんありますから、前週でも26冊とかあるので、ここでみんなご紹介するわけにはいきませんけれども、初之助の気持ちに対して涼しい言葉だねという言葉があります。これはまあ涼しい言葉だねっていうのは教科先生が考えられたことではないかと思います。あともう一つ、夜叉ヶ池の中で白雪姫が命のために恋は捨てないという言葉があるんですね。普通でしたら、私の恋を成就させるためには全てを捨ててもいいということなんでしょうけども、それを逆に命のために恋は捨てないという言い切り方ですね。独特なものだと思います。それから、懐かしい、嬉しい、おゆかしい、頼りを聞いたという言葉があるんですね。ゆかしいとか懐かしいという言葉は非常に素晴らしい言葉で、私も美しいものを教科と離れてですけど、この世の中の美しいものを見たときに、美しいなと思う気持ちっていうのは懐かしいなって思う気持ちによく似てるっていうことを改めて認識することもありますが、もうすでに美しい、ゆかしい、懐かしいということをこの世の中の心よりの形容として使ってたということは、現代的でもあり未来的でもあり過去になかったことなんじゃないかと思います。泉教科というものを私がどう考えているかということを短くその言うことは難しいんですけれども、大変僭越な言い方をさせていただくと、小説を読んだり戯曲を読んだりしている中で、あ、自分が言いたかったことを見事に言っているな、